まあ、さっきの人もね、ほとんど言われてるんですけど、辺野古ですよ。やっぱりこの新基地なんかやっぱりね、いらないですよね。1966年からのこの大昔の話でしょ。今更何をこれ蒸し返してやってんだって言いたいですよね。この国は戦争しない、武器はいらないって言ってるんですけどね、基地がまた作られる、まあ基地を作っちゃうと大変なことになりますよね。今ここで止めないと、まあ大変なことになるんじゃないですかね。その安倍政権のこの暴走ぶり、さっきの人も言われてましたけど、もうめちゃくちゃですよね。この2年間になって、この安倍政権でこの国がめちゃくちゃになっていく、もうその入り口になってますよね。自分ら我々がぼーっとしてる間にですね、この国が本当に戦争に突入してる、突入してる準備っていうか、もう突入の準備をしてますよね。集団的自衛権もそう、秘密保護法もそう、武器の輸出もそうですよ。全部戦争の準備ですよね、興味だって。そしてこの辺のこの海ね、こんな綺麗な海を潰して、もうどうしようもないですよね、そんなこと。書いてありましたね、日本劣化論かなんかそういう本に書いてありましたね。沖縄に基地があるんで沖縄は迷惑だ、基地があるおかげで振興、経済が発展できない、そんなこと書いてありましたよ。基地をちょこっと作って、まあこんなデタラメな基地なんかいらないですよ。この国はその、外交で、そして話し合いで平和を作っていく、そしてこれ70年間やっとここまで来てるわけですよね。憲法9条が表現平和賞にもノミネートされてる、そういうことを考えているんですね。まあ、国会議員の先生方は何をやってるんですかね。全くこの自分たちのこの日本国憲法をね、ちゃんと世界に広める、その努力はまずやってきてないってことですよね。もう今度その河野さんのなんか見直しみたいなことを言ってますけど、大体大変な話ですよね。大筋では変えることはない、大筋では変えることはない、大筋では認める、だって違うところを出してくるってことでしょ。なんか関係のね、否定するような文言をボロッと入れる、なんか内側からいろんなものをめちゃくちゃにしていく、そんな風な感じがしますよね。今までちゃんと言ってきた、今まで言ってきた言葉の中に違う意味を入れ込んでいく、当然のことながらその条文とかその文章が破壊されていく、まあ、憲法の解釈もそうですよね。今までちゃんと作ってきたものの中に違う何かを入れる、当然のことながらその文章、憲法が壊れていく、破壊されていく、自動的に憲法がめちゃくちゃになっていくわけですよね。そうなると世界の信頼なくなっていきますよね。この憲法を守れないような政府、国民との約束を守れないような政府が他の国に行って何か喋って、それが信頼されるかされないですよね。最低限やんなきゃいけないことをやってきてないような人たちがよその国で何か約束をしたとしても、まあ信頼されない、そういうことになっていきますよね。今この安倍政権は我々の力で、国民の力で、まあ、引きずり下ろす努力をしないと、まあ、大変なことになると思います。先ほどの方も言われました、自衛隊航空法、派遣の航空法ですよね。めちゃくちゃじゃないですか。言い方は航空法とか言ってますけど、要するにもう憲法から何か全部無視して、てめえらの勝手にやりたいってことですよね。ドンパチやって戦争を一発やって金儲けをしたい、あるいは自分たちが強いんだっていうのを意思表示を示したい、ね、昔のこの戦争、70年前戦争をやっていた人たちの孫とか息子とか、そういう関係者ですよね。その人たちの理論からすれば、あの時日本は勝ってたからもう一回やれば勝てるんだって、なんかそういうところに取り憑かれてるんじゃないでしょうか。そうなると、そのためにそれを実現させるためにどんな嘘でもついてくる、どんなことでもやってきてるっていうのが今の安倍政権のこの最終目標じゃないですかね。そして本当の最終目標は戦争するために日本国憲法を内側から破壊する、そのための布石を次から次にやってきてるんじゃないですか。知らない間に、ぼーっとしてる間に全てが破壊されてしまう、憲法自身が壊されてしまう、効力が失ってしまう、その布石を今どんどん敷いている、
ちょっと恐ろしいですよね。これを気づかないと本当にこの国が気づい知らない間にこの国が本当に70年は終わってしまう、その戦後が終わってしまう、最悪な形で終わってしまう可能性が出てきていると思います。先ほどの方も言われましたけど、イスラム国の人質の件ですよ。まあ皆さんもだいぶ調べてあると思うんで、分かってらっしゃると思いますけど、で常岡さんの話ですよね。常岡さんの、まあ、2、3日前に、まあ、直接聞いたんですけど、それはやっぱり湯川さんが捕まって、湯川さんがアラビア語も英語も話せない、そういう人は一体何なのか、それで向こうの司令官から何か連絡が来て、通訳を永田さんにやってもらえないか、そして常岡さんがその報道をしてくれないか、そういうのが向こうから来たということですよね。でその時にちゃんとしたその裁判をやって、その状況を報道したいしてくれという常岡さんにその連絡が来てるわけですよね。でその時言ってたのは、命の金がどうとかとか、その残虐な行為をするとか、そういうのは全然出てない、その報道が、やりたいというわけです。で10月になって、まあ、9月にその連絡が途絶えたらしいんですけど、でまた10月に行こうとしたら、その大学生の件で警察に捕まったと。で永田さんと常岡さんが動きが止めなくなったと。でまあ話がこじれてめちゃくちゃになって、ああいう状況になったっていうわけですよね。一体この日本政府何をしてるんですかね。2人を見殺しにしたってことですよね。見殺しにするためにこの常岡さんと、ね、永田さんの動きを封じ込めた、そうとしか思えないですよね。そこをなんで国会議員の先生が奪還がつかないかということですよ。全然腰が引けてダメですよね。そのところを考えてほしいと思います。やっぱり我々が知らない間にどんどん状況は悪くなっていると思います。なんとしてでもこの動きは止めないとダメだと思います。海上保安庁、そうですよね、海上保安庁も言わなきゃいけないですよね。海上保安庁さんね、あら暴力振るったらダメでしょ。ね、いくら政府が上の方から何かやれとか来てるんでしょうけど、これはまずいと思いますよ。人としていかがなものかという感じですよね。国民の命と安全を守らなきゃいけない人たちが地元の人たちを犠牲にする、ね、暴力を振るってしまう、それは最悪なパターンですよ。沖縄戻ってきたのは1973年でしたよね。あの頃ですよね。まあ自分ら、まあ、九州の出身ですけど、まあ一つ新しい県が増えた、嬉しかったですよね。何をしたいんですかね、この政府は。さっきの秘密保護法の件も出ましたけど、この沖縄を舞台として秘密保護法をかけてくるんじゃないかという話もありました。そこの反対する人たちを全てテロ組織の人間だと認定してめちゃくちゃに弾圧してくるんじゃないか、そういう恐れもありますよね。もうすでに秘密保護をかけるとすればそこからじゃないか、まあ、恐ろしい話がどんどん出てきてます。皆さん気をつけましょう。そしてこの安倍政権にはノーです。もう何としてもノーですとしか言いようがないです。この2年間でこの国がめちゃくちゃになってきてます。海上保安庁さん、ね、何とかしてくださいよ。暴力を振るっちゃダメですよね。本当です。人としてどうしたらいいか分かると思いますよね。ありがとうございました。ありがとうございました。